はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、岩垣ツーリングの第2弾、第1弾で来られなかった人をね、お二人と岩垣を食べに行こうかなと考えています。途中ね、今日は私のわがままで佐原の伊能忠敬記念館、こちらに立ち寄りたいなと考えています。なぜ伊能忠敬かというとですね、実は私あそこに記念館ができてからまだ行ったことがないんですね。あそこに記念館ができる前は、今はもう無料で公開してますけれども、伊能忠敬の生家があるんですけれども、そこにある程度資料が置いてあった記憶があります。で、今は成果は成果として無料で公開して、別に有料でいろんな資料を伊能忠敬記念館に、展示していると。ずっともう何年も経つんですけど、それを今まで行かなかったのはですね、まあ、もちろん伊能忠敬の成果にいろんな資料があるときに見たっていうのもあるんですが、もう一つ、この間大河への道という映画をアマゾンで見ましてですね、でこれ去年だったかな、公開された映画なんですけれども、まあ、実際には伊能忠敬が日本最初のその精密な地図を作ったっていうことになってますけど、実際には地図が完成する3年前に亡くなっているんですよね。で、この大河への道っていうのは伊能忠敬が亡くなってからスタートするお話なんですけども、その中にね、結局当時の測量の話とかいろいろとこう、まあ、取り込んであるので、非常に興味深いと、で改めて見たいなというふうに考えましてですね、でちょうど岩垣ツーリング行くのでご参加の方に聞いてみたところ、別にいいですよというふうにおっしゃっていただけたので立ち寄ることにしたと、そういう経緯です。今はね、集合場所の道の駅八甲の里神崎に向かう途中ですので、こうやって喋ってますけれども、まあ、実際にね、向こうについて合流したら録音ができないっていうこともね、多々あるので、その辺はご了承いただけたらなと思います。その辺がね、マスツーリングでカメラと録音が別になってるっていうデメリットですよね。カメラでね、録音してそのまま音声取れてるっていう状況であるならば、カメラの録音スイッチ押すだけでいいんですけれどもね、音声別通りだとね、どうしてもね、そっちもこのスイッチ押さなきゃなんないし、それがスマホなんでね、どうしてもね、時間取られてしまうんで、一緒にね、行動する人にご迷惑かけるっていうことになりかねませんのでね、マスツーリングの場合音声なしということが、まあ、慣例化しているというふうにご了承いただければなと思います。はい、間もなく八甲の里神崎です。この辺に来るとね、風強いですね。この利根川沿いをね、やっぱり風が通ってくるから横風なんですよね、こっち側から来るとね、すごい風だな。はい、八甲の里神崎到着です。ここはね、バイク置き場がね、変なところにあるんでね、ちょっと嫌なんですけども、
はい、佐野屋さんを後にして、じゃあこれからねまっすぐ帰りたいと思います。それでは今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。